食べて髪の毛をするのが目標この30分間。急げー。あ、髪ちょっと温めとこ。今日の朝ごはんは納豆卵です。これ取ったらいいか。一回電気が切れちゃう。よいしょ。準備完了。今日は納豆卵かけご飯です。じゃーん。私のなんか好みというか私の食べ方なんですけど、納豆卵かけご飯のご飯に納豆を入れて卵入れてご飯の上で納豆と卵を混ぜるより先に納豆と卵を混ぜこうやって混ぜてご飯の上にかける方が好きなのでいつも添えて食べてます。お仕事頑張ってね。頑張ってね。いってらっしゃい。そういつもの大好きなやつ。幸せ。もう頑張れる。めっちゃ美味しそう。あ、めっちゃ美味しそう。やばい、ちょっと髪の毛がつきそう。幸せ。ありがとう納豆ご飯。つばさんバラありがとう。容器で混ぜ混ぜ。ではいただきます。サチ、これが幸せ。めちゃめちゃに美味しい。なんさんいいね。ありがとうしんごさん、うま、ありがとう。美味しい。
で？それは美味しい。うん、そう。美味しそう。朝一杯だけだよ。ご飯一杯だけですよ。一杯だけ納豆卵かけご飯と最近はもりっとがっつり食べて一日頑張ってる。うんうん。うん、夜は9時半ぐらいかな、多分そんぐらいかも。また連絡します。お味噌汁ないんやね今日は。ウインナーが、お母さんが湯がいてくれたウインナーがあそこにある。ウインナー、ウインナーも好き。ウインナー最近ウインナーブームだった。昔はね、昔は朝ごはん食べれんかった今。なんか昔はあんまりお腹がすかんくって、昔は朝ごはん食べれんかったんだけど、最近食べれるようになった。食べれるようになったというか、最近朝もお腹がすくようになった。なんか朝もちゃんと、昔はあんまりお腹がすかんくって食べれんかったけど、最近はしっかり朝もお腹がすくので食べています。食べるようになった最近。ウインナー大好き。昨日タワレコであずみのパネル見て、あ、本当？気づいた？嬉しい。そう、私はね、みんなに内緒で気づいた人だけにあの絵のメッセージにしてたんだけど、嬉しい。初めてだよ多分。わかんない、気づいた方おられたけどのかもわかんないけど、伝えてくれたのは初めて。初めてだよ。そう、タワレコ、タワレコ、あのパルコの上のタワレコのそれぞれね名前のパネルがあるんだけど、あのパネルが少しね変わっているので、皆さん今度行ってみたらちょっとよく見てみてください。あ、行ってらっしゃい、頑張ってね。成長期なんかな。遅れてやってきた成長期。めっちゃお腹すくんよね朝に。うん、朝そう、お腹すいちゃった。見てみて、タワレコ。もう二口。
んだ。最後がつかみづらい納豆ご飯。納豆卵なんか朝食配信、朝食納豆卵かけご飯食べてる。うん、ラスト。うん、完食。ごちそうさまでした。あとウインナーがもう一つ残ってるけど、美味しかった。幸せ。ごちそうさまでした。とりあえずちょっと髪の毛しよう。ん、飲みおくん、肉まんとかわいい、ありがとう。おはよう。10日はね、なんか私ジブリが好きなんですけど、ジブリパークに行きたくって、そのジブリパークのあのチケットが販売される日なんですよ。先行だから2時からあるんだけど、10日の先行チケット、先行チケットじゃないわ、先着順か、先着順だから、みんなであの10日を忘れないように、10日の日までみんなで忘れないように言い合おうっていう定型文です。おせやんさん、バラありがとう。お疲れ様。あ、お仕事頑張ってね、頑張ってね。おはよう。あれ、串どこ出したっけ。あれ、串、あ、ここだ。ジブリパーク愛知県にあるの。そう、愛知県にあるんです。じゃあ私のストレートが出来上がるまでをお見せします、皆さんに。私のストレートヘアができるまでの過程。あ、フラペチーノさん、肉まんありがとう。納豆、え、食べてみてよ、食べてみてよ。納豆卵しようよ、一緒に納豆。あ、夜勤お疲れ様です。お疲れ様、ありがとう。お仕事頑張ってね。おはよう。納豆の CM。 納豆の CM お待ちしてます。あー、なんだなんだ、びっくりした。納豆イメージがある。そばも狙ってる。そばも実はそばのイメージがあるもなりたいな。そばのイメージがある難しいか。どこの何のってなるから。そばの CM、 そばをめっちゃすする CM。 今日も一日そば
みたいな CM 狙ってる。そばアピールしていこう、いっぱい。確かに和食ね、和食全般、和食アピールしていこうかな。和食大好き。あ、そうなんだ、トロトロしてる。あ、瓦そば確かにあるね、山口。ズリで納豆。納豆地元は、あ、そうなの？いいな。そばも納豆も好きですね。あと、あ、でも和菓子も好きだから、和菓子も、和菓子はね、なんか したい。和菓子なんか昔っていうか一回やってみたいなと思うのが、和菓子を、和菓子プロデュース。なんか自分のメニューというか新しい和菓子を作ってみたい、自分で。すごい、めっちゃ意味も込めて、この季節のこれをみたいな、すごい考えてやってみたい。和菓子って可愛いよね、色とりどりで、なのもあるし、いろんな種類でも色とりどりなのが多いか。よく和菓子作りの動画を見るんですよ。すごい、あの羊羹とかなんかあって、こう層に分かれてて、なんかあの月が見える、なんて言うんだろう、月が乗ってる羊羹みたいなのがあって、なんか羊羹の中に風景があるんよ。羊羹の中に風景を作ってるやつ、あれとかめっちゃもう工程がすごい細か、一個一個の工程がなんか細かくて、かつ出来上がった時の見た目が可愛い上に美味しいって、もうすごい、あ、こ、なんか作り出してみたいなと思う、あやな見てたら。その和菓子を食べてもみたいけど、自分で和菓子を、新しいなんか和菓子を作り出してみたい。練り切りね、私も練り切り好きだ。あ、いってらっしゃい。和菓子プロデュースしてみたいですね、夢の一つ。モナカは読めるよ。モナカは読めますよ。おはよう。金魚鉢の、え、あるよね、ね、見たことある、その金魚鉢のやつ。羊羹、金箔で絵を描いて、うん、いっぱいいろんな、私もでも練り切り好きだな。練り切りもすごいよね、あれ、あの花の練り切りとかめっちゃ綺麗だし、すごい一個一個がもうめっちゃ繊細、本当に職人さんの繊細な手作り、一つ一つが、そういうの好きですね。ね、広島のね、市内にあるめっちゃ行きたい和菓子屋さんがあるんですよ、私。そこ
にまだ行けてなくて、行って食べてみんなにも紹介したい。めっちゃ行きたいんですよね。行きたいなと思いながらずっと行けてないんですよ。何個か調べたら結構あって、市内の方に和菓子屋さん1個は行ったけど、もう結構夕方ぐらいに行っちゃったから、お店は開いてたけど和菓子がもう売り切れちゃってて、結局もう一回あそこも行きたいなって場所が1個あるのと、もの私が今言ってた行きたいってやつがまだそのいっぱい和菓子屋さんが検索で出てきた中でも特に一番行きたいって思ったところ、一番行きたいと思ったところにまだ行けてないんですよね。行きたい。よし、こんな感じでいっかな。前髪を一回走れとか、おはよう、ありがとう、ぷやぷや、アンピアーズビーにお礼言いたいと、あ、ありがとうございます。昨日配信の時にファンの方に教えてもらいました。ありがとうございます嬉しいです、ありがとうございます。ツイートもしてくださってる方もいて、見た昨日生菓子とかね、生菓子とか品切れ多い。佐藤、佐藤も興味ある、お抹茶が好きなんですよ。あ、お抹茶も、お抹茶好き、お抹茶が好きだから飲むお抹茶も好きだし、抹茶のお菓子とかも結構全般好きで、茶道も結構興味ありますね。自分で立てれるようになってみたい。よいしょ、抹茶好き、抹茶好き、京都行きたい待って、気管に入って盛り上がるとすぐに気管に入っちゃう。そう、めっちゃ色いっぱい、愛知県行きたいけど一番、でも京都はね、ずっと行きたいと思ってる。京都いいよね、京都いいよね、京都行きたいですね、めっちゃ行きたい京都。なんかさ、ちっちゃい時の方が家族で旅行とかもよく行ってたから、最近よりも昔の方が家族の予定もやっぱり揃いやすいというか、行きやすかったりしたからさ、今の方がみんなの予定揃えるのちょっと難しかったりして、全然行けない分、昔はよく行ってたんですよ家族旅行。
でもちょっと今日の前髪は調子が悪いですね。あんまり言うことを聞いてくれない前髪じゃ。頑張って頑張ってさ、前髪さん。でもじゃないわ。そうだから昔の方が言ってたから、私も昔家族で京都行ったことあるんだけど、ちっちゃすぎて全然なんか本当に連れられて、あー京都わーって楽しんだ記憶しかないから、そう大人になってね行きたいんですよ、しっかりと。こうなんか今だといっぱい調べて京都の気になるお店とか見つけたりして、そういうのを事前に調べて楽しむ、行って楽しむみたいな楽しみ方も今になるとできたりするから、ちょっと大きくな今の状態でもう一回ね旅行したいなと思います。すごいいろいろ。行きたいね、旅行。京都行きたいな。前髪切らんといけん、そろそろ。45分だ。大変。ねえ、前髪切らんといけん。あー、切ればよかった。今日感じ。オッケー。かわいい。いい感じです。いい感じできた。おはよう。冬物さんハート。ありがとう。ね。調べていきたい。そう、お城とか神社とかの歴史というか、県そういう県の。いっぱい調べてね、行きたいですね。うん、オッケー。よいしょ、できた。まさとろうさん、かわいい。ありがとう。星野まさきさん、レインボースター、ありがとう。千葉五郎さん、初見さん、なーにー、ありがとう。やばい、急げ。ちょっと時間がないので、あずみ朝占いはメールで送るね。ちょっと男女読めます。13位、つのさん、ありがとう。12位、しんごさん、ありがとう。11位、ぽーさん、ありがとう。10位、竹まつるさん、ありがとう。9位、ひるやすみさん、ありがとう。8位、おきゅうとさん、ありがとう。7位、ぬしーさん、ありがとう。6位、星野まさきさん、ありがとう。5位、くれ星人さん、ありがとう。4位リモさん、ありがとう。3位これ合わせとうちの太陽さん、ありがとう。2位奈良西さん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 ルバン、ナオズさん、ありがとう。ありがとうございました。今日はちょっといつもより、いつもより短めで少し早かったんですけど、ありがとう、来てくれて。え、今日で終わるんか。11月、いやーん、いやーん。そっか、今日で
終日今日が。明日から12月。早い。じゃあ11月ラスト、ラスト楽しみましょうね。頑張ろう。ラスト私も頑張ります。今日太陽ありがとうございました。おはよう。ありがとね配信ね。え早いね。12月あっという間だった。あっという間だ。11月ラストも頑張ろうね。ありがとう。朝配信また今日の夜だ。また今日の夜に。夜は配信ありますので9時半ぐらいかなに配信します。また夜にね。頑張りましょう。ラスト11月、今日も一日一緒に頑張りましょう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。頑張ってね。ではねねあずみんで終わります。せーのって言ったらねねあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー。ありがとう。いってらっしゃい。頑張ろうね今日も一日。頑張ろう。いってらっしゃい。バイバイ。頑張ってきます。バイバイ。またねー。